来ました。これはまた映えますね。今まで一番華やかだね。さあどうでしょう。え、やばい。ごめん、ちょっとメロン超えたかもしれない。いや、メロンは1位だったけど、ちょっと超えたな、これ。めちゃくちゃうまい。これは、山梨にいる人飲んだ方がいいよ。ファンタみたいな、ファンタのブドウみたいな味の、おかわりできる、できる。おかわりしたい。東京のフラペチーノはマジでね、これに比べたらもう、やる気がなさすぎて、腹立ってきた。アップルパイだこれ。でもこれも美味しい。すごい、かなり上位じゃない。長野の皆さんおめでとうございます。かなり上位です。これは神奈川超えたかもな。超えたな。今日当たりだったな。今日2軒とも大当たりだった。もうでもメロンと同じぐらい美味しいんだよな。なんかこう2位でもいいかも。バターもキャラメルもそんなにない。アップルパイの味ですね。これは余裕で飲めちゃう。全然なんかもうあっという間。いいね。なんか色が綺麗だな。いただきます。それではすごい。何これ、アイラブギフだって。え、初めて書いてもらえたんだけど。うん、うまい。濃厚。チョコチップが入っててクランチみたいな、なんかティラミスみたいな、なんかちょこちょこ入ってる。あんこ入ってるよねこれ。うまい。でもすごいすっきりしててほろ苦い。これは難しいとこだな。でもインパクトっていうとないんだよね。かわいいねこれ。ほんとえ、かわいくない。めっちゃ上手だね絵が。これはまたすごいインパクト。ほんと厚きわだ。うーん、どうかな。いまいち驚きがなくて甘い。ただ甘い。デラ甘い。名古屋流に言うとデラ甘い。飽きるね。千葉のみたらし現象が起きてる。あ、溶けちゃってるわ。ジュースになってる。溶けるとさらに甘さ倍増や。いまいち。いまいち。でもお腹がチャポンチャポンなんだよね。結構3杯目だから。ではいただきます。うん、あ、美味しい。でもねちょっと甘いんだよ。埼玉の再来だこれ。でも埼玉よりは上だから、そのシトラスがちょっと味がケミカル系って言ってたじゃん。やっぱそれなんだよね。みかん、あの好きな人は子供が好きな味なんだよ。だからちっちゃい子は多分すっごい飲むと思う。甘さの種類がこうダイレクトに甘い。あんこの甘さとまた違う甘さ。シトラスには気をつけろ。私の今日名言。シトラスってついてるやつはちょっとね苦手な人は苦手かも。